プリーザムとは株式会社アクティブゲーミングメディアが運営するインディーゲームのパブリッシングブランド。2011年5月11日当初はダウンロード販売やドネーションを行うプラットフォームであったが2021年3月24日に販売プラットフォームの運営を終了した。並行していたスティームや家庭用ゲーム機向けのパブリッシング、海外インディーゲームの日本語化は継続する。 国内や海外のインディーゲーム開発者とのつながりを持っており、2013年には HAL との山岳直結のプロジェクトを行ったことがある。その後、ビツメットやインディストリームなどのイベントに協力し、日本のインディーゲームを世界に届けるという活動を積極的に行っている。海外のインディーゲームで世界中で高い評価を受けているディアー・エステルや ツーザムーンといったタイトルをローカライズし、日本語版を独占配信している。2021年9月25日のオンラインイベント、プリーザムゲームショープレミアムエディションに名まり、実況者キリン氏、横丁、ラン氏らと共にゲスト出演予定であったが、クソン氏が突如出演予定から除外。中国国内の動画サイトビリービリーの公式チャンネルにおいて不安を煽らないため、 出演者の変更を行ったとの胸の投稿がなされたが、ホームページにおいては、出演交渉中にもかかわらず、手違いで公表してしまったとの謝罪があった。これに対し、中国国内外からの批判の声が上がった。ありがとうございます。